お疲れさんでございます。さすがに天候のあれでやっぱり足元悪いで、あら、ね、だいぶ怪我されてますね。夜は足元が見えないんで。そっか、はい、これで、おー、あー、お疲れさんです。ナイス。何か食べ物を用意しておきましょうか。あ、何かあるんですか。あ、ね、カレー、そうめん、ラーメン。あ、そうめんがいいね。OK。 はい。なんか足に無理するなって書いてありますけど。母親にかかりました。あ、そうだ。いつも無理しすぎるんですか。ちなみにこれ、あ、子供です。すごい、あ、子供さんからもすごい声援、はい、すごい家族ぐるみでね、家族ぐるみで、はい、無事に帰ってきてちょうだいということですね。そうです。おい、お母さん待ってるよということで。お母さんはこれトレランはもう何年ぐらいされてるんですか。トレランは4年ぐらいになります。はや、すごいな。あ、家族を大迷惑にしてみます。いやいやいや、そんなことはないと思いますけど。家族も影響されてたまには付き合ってくれるんですか。全然ですね。全然。そうなん。山は一人で。マンバ選手、小黒さんです。食べ物ね。あ、こです。いやいやいや、この走ってこの笑顔ですね。すごいですね。はい。カレーとそうめんとラーメンとありますが。あ、お疲れさんです。はい。こてつでございます。はい、いつも聞いてます。あ、ありがとうございます。声だけですけど、実物とんなもんでございます。はい。楽しく聞いてます。ありがとうございます。いらっしゃい。ご苦労さんです。じゃあ、なんか置いてきます。お疲れ様でございます。こてつでございます。イエーイ。すごいね、かなりね、地面と乱闘した後が。勇者様、ね、勇者様乱闘じゃないぞ、ね、仲良くなってます。仲良くなって、話してくれないんですよ。はい、小室さんです。いやー、かなり乱闘の跡が見えますね。いやー、最高ですね。いや、最高ですか。いやいやいや、最高ですよ。最高に楽しい。最高に。いやいや、はい、ご苦労さんです。なんか食べるもん。何がいい。カレーとそうめんとラーメン。大丈夫？オッケー。いい食べっぷりですね。これもだ、はい。はい。ありがとうございます。はい。43番。これカレーですか？ええ、そうなんです。ごめん、はい、すみません。ちょっと家できます。あ、まあ、そちらに。あ、すみません。はい、ご苦労さんです。
ってあります。あるよ。あ、ぬれタオルが。ちょっと小さいけど、これで拭いてくれた。もうタンクとか。